地球温暖化対策の一環として県庁では今日から軽装で業務にあたるクールビズが始まりました。今日は雨が降っていて比較的涼しいですが、県庁では半袖のシャツで働く職員の姿もあります。クールビズは省エネを目的に環境省が呼びかける取り組みです。県は毎年夏のエアコンの温度を28度に設定するなど省エネに取り組んでいて、10月末までのクールビズ実施期間では体調や気温に合わせて服装を調整するよう職員に呼びかけています。今年でちょうど20年を迎えまして、すでにいろいろな職場で定着した感がありますけれども、この取り組みを通じまして夏季でも快適に過ごせるビジネススタイルの促進といったことを PR していきたいと考えております。